月平さん、カーネーさん、ありがとう。一言言って始まるし、いやそうね、私はいつも配信を始めた瞬間、自分の配信に映った自分に対して、え、なんか今日前髪キモくねとか、顔丸くねとか、なんか目おかしくねとか言うんですよ。お茶まこさん、ありがとう。よくお気づきで、独り言選手権優勝って感じ。こんばんは、ありがとう。お茶まこさん、さあ今からザガビーのバター醤油味を、醤油味を食べましょう。今日も可愛いね、優しい心だね。可愛くないよ、よく見てごらん自分自身と向き合って。ニューユーさん、ありがとう。こんばんは。生きていくんですね、人間というものは。ジャガビー、福井さん、ま、ありがとう。うまいよ。うんふん、ね、うん、やっほー、昨日やだからアイコン変えた、みーちゃお、あとでみーよ。今日もかわいい、やった。いつもに目がキュルンキュルン、キュルンキュルンかな。今日かわいくないんですよ、うまちゃん。インバースター、ありがとう。くまさん、ルーさん、ありがとう。何の音？ジャガビーバター醤油味です。そうでもなかったよ。なんでいいやんて。ASMR、くまさん、ありがとう。いちごという単語に反応してしまう。それはもう立派な、立派な、立派なって感じ。パーナーさん、結婚して契約違反なのでできないんですね、これが。髪伸びたでしょ？しんちゃん、ありがとう。にゃんこ、ぬむぬむにゃんこ、それはりねさん、 HKT さん、え、今日の HKT さんの集合写真、あれ何事なの、びっくりしちゃったの、ギャルみたいな。あ、うん、明日飲んでみようかな。うん、飲んで飲んで。ニューナスマホ探してるから鳴らしてあげて。どういうこと、どうやって配信してんの。あ、もう一台の方か。ニューナスマホがないの、探してるの。それは電話してあげる。私のタブレットどこや。あった。じゃあただいまから石原優奈さんに電話かけさせていただきたいと思います。え、動画見てない。やっほー、ちょっと待ってね。やっほー、明日来ないの。明日来ないよ。なぜなら私はカワーじゃないから、充電がなくて電話できん。充電器ちょっと待ってね。やっほー、ちょっと待って、充電するから。充電ができたらゆうなに電話してあげる。私の配信中に充電はたまるのか。のぶさん、ハートありがとう。ゆうなんかゴッティが何、いけないですよ。ハゲそう、ハゲない肩揚げ違うよ、ザガビーですよ、ザガビー。美味しいよね。ゆうな、まだ探してる。やばいから見て。え、それは見る。でも普通に電話しなくていいよって言ってる。あ、じゃない方の方なの。なんやねん、使ってない方、あれか、あっちの方ね。なるほど。ひーちゃんにも電話して。ひーちゃん今日配信した。ザザビーチャガビーですよ。しこくくんさん、カネーさん、ありがとう。ひーちゃん今日配信した。もうひーちゃんはさ、毎日配信をさ寝過ごしそうで怖くて、もうみんなで見張ってるのよ。まだだよ、大丈夫なの。でもさっき LINE 帰ってきてたから起きてるとは思いますけど。こんばんは、まめこぼうでさん、レンボスターありがとう。配信開始通知だけで探す。でもそうだよね、じゃない方のスマホわかんないから。うわっ、おお、せいさん、ハートありがとう。笑顔のやれたらから、もう肌生まれ変わってくるね。うん、
しみさらさん、しみさらさん、ちくりタラタラしてんじゃねえよ。キャベツ太郎やばい、最高やん。駄菓子パーティーってことし、駄菓子パーティーしてんの。ミヤティさんありがとう。ひーちゃんチケットない、なんかひーちゃんこの前もうチケット持ってないみたいな、ないから配信しないとやばいみたいな言ってたんよ。なのになんか寝過ごしたからもうひーちゃんの人生終わったのかと思ったら、なんか奇跡的にあったらしい。1枚だけ。こんばんは、なんかくしゃみです。はい、失礼失礼と。こんばんは。ひーちゃん11時46分に配信開始した時切れてた。いや自分のせいやろ。なあ、なんかくしゃみで鼻が泣いたみたい。さあちゃんとゆくちゃんのとこだから、あ、じゃあ今ちょうど泣いたということで、泣かしちゃったか。ついに泣いてるよ、見て泣いてるよ。マカロンに似てるやつおったから買った。え、あのお手紙の感じ。ほらありがとう、こんばんは。ひーちゃんね怖いよ。席をとある場所に、あ、ひーちゃん始めた、怖っ。ごめんひーちゃん、なんかやばいわ、ひーちゃんの話してたからひーちゃんが始めた、怖い。どこに連れてくんだい、こんばんは。そう、え、あれ可愛かった、マカロン、マカロンじゃんって。なんかもう最近さ、街中で散歩してるさワンちゃんとかさ、どんな禁止でもさマカロンって言っちゃう。なんか全犬がマカロンに見えてる、鹿もマカロンに見える。泣いてる。泣いてるよ。もち太郎さん結婚して契約違反なので、すいません。ひーちゃん来たね、ほらありがとう。小やば、高野さんありがとう。ゆうなんがスマホなくしていちごちゃんの配信が見れないって泣いてる。絶対嘘、泣いてない絶対。ゆうなん頑張って探して、じゃあ探しに行くから。私かっちさんハートありがとう。マカロン、いや本当に全員マカロンに見えますから。ずっと携帯探してる配信しない。じゃあ私が当ててあげるよ、ゆうなんの携帯がどこにあるか。じゃあゆうなんに誰か言ってあげて。ゆうなん、あなたのスマホはあの椅子の下に落ちてますって。よし、椅子の下ですって。絶対喜ぶだろう場所、何なんだ、気になるんですけれども。泣いてる、泣いてるかもしれない。ゆうなんのスマホに生まれ変わる、スマホに乗り換えるの。無機物だけど大丈夫。冷蔵庫、え、でも私さ本当に怖くてさ、このなんかさ夏、去年の夏ぐらいにさ、あの暑すぎてエアコンのリモコンをずっと探してたので、ほんまになくてさ、もうありえない、もう最悪だって思いながらさ、とりあえずなんか冷たいものでも飲もうかと思って冷蔵庫開けたらさ、冷蔵庫の中に入ってたよ。本当にびっくりした。えって、どういうことって。うん、助かった。ひーちゃん実家に帰って、あ、そうなの、こんばんは。悲しいねそれは。じゃあもうそういうことでワンコは全部。でもさ、ワンちゃんって全員自分のワンコに見えん。何かやったか忘れたけど、誰の遅いちゃう。え、それな、ゆえはんさんびっくりピーポーだよ。え、どういうことなの、あの AKB さんは。何か説明して。プードルとチワワのミックス。え、うん、うん、ミックス犬可愛いね。ユーナンの配信真っ暗、大丈夫ユーナン、ユーナン大丈夫。めちゃめちゃ変に落ちてる。それはない。目がクルさんに似てる、わしの目が。似てないよ、無機物はやばい。無機物になりたいって。椅子の下ない。え、ユーナン、じゃあベッドの、ベッドの横。写真撮ってた、ほんま。ああ、移転が近いからってこと。うん、え、だから次の僕対公演、 AKB さんの僕対公演はまた別の卒業生の方とか出る可能性があるってこと。なんかは卒業した方 NG みたいなさ、なんか卒業公演とかもさ出ちゃいけないみたいなルールみたいなさ、 AKB さんなかったっけ最近。それとこれとは別なんかな。
元気、大方の言葉書いた、もう言った、なんか名言みたいだった。ユナのスマホ椅子の下にはなかった。うん、めっちゃアイスハートありがとう。ユナずっとないって言ってる、大丈夫。名言でした。チュアップでいいよね、名前がリオ、それはもうリオさんやし。ひーちゃんはおいっこと楽しくして、なんでひーちゃんさ普通にさ、なんで連れてってくれない、長崎言ってよ。それありえないんだけど。え、てか実家帰れるん、私さ実家帰りたくてさ、お台場終わった後にちょうどさ近いけさ帰りたくてさ、なんか帰りたいですみたいな申請出したけどダメですってなったから帰らんかったんに。帰れるんかい。声でか、帰れるん、帰んやん。帰れるんか、え、帰れるん、なんかちょっとおこ見えるよね、ワンコって先とチワワのミックス、そんなワンコいるの。ジェンさん、カネさんありがとう。手袋なし戻った、そうなんや、特別企画なんだ。アイスヤモンさんありがとう、サプライズで。秋元康さん、でもさ、なんか昔さスタッフさん公演とかあってね、学部さんとか出てた。大事にしてね、大事にするね、ありがとう、手紙だから登場してる。レジェンドは別、そうなん、そうなん言うな。イティゴ好き、イティゴ、私最近私って喋り方がおかしいんでしょ、だからイティゴとかデカンとかなんかちょっとこういう喋り方しちゃう。まさきさんありがとう、字うまいかも。字うまい、私でも字綺麗な人が好きですよ。字ってさいいよね、字人の字見ちゃう、めっちゃ。ごめん、帰るって言うとどこかで推し活しに行くと思われる。で違う、でも他の短期もなんかダメって言われとったけど、結構ちょっと決定決まんないのね。奥田と喧嘩してて気まずかったから却下。いや、もっと前なんよ。今日散歩してたらいちごビル見つけた。え、すごい、ビルの名前がいちごビルってこと、すごい。経営してたかもそれは。いちごビルなんてあんの。でもなんかたまにさ、なんかいちごなんかクリニックとかあるよね、歯医者さんとか。なんかえってなる。ゆうなんを助けてあげて、じゃあ私がゆうなんの配信見よう。学校に戻るまでが修学旅行、修学旅行じゃないもん。てごに、おかしな人って罵られるのたまらん。言ってないんだけどな。じゃあ言っとくよ、おかしな人ですね。どういった感情。いちご薬局、いちご薬局もあるの、すごい。こんばんは、こんばんは、なおさん、さん、誰もありがとう。平和公園の近くに清水鹿があるから看板写真撮っちゃう。うん、清水鹿、それは撮っちゃう。え、なんか別赤みたいなさ、X の清水鹿だってね。嬉しいです、よかったです。ユーナルームは球根が挨拶変わってますね。近所でリンゴ薬局のある、ゆいりんごさんってこと。シワムさん、バラありがとう、タイマもありがとう。いいな、劇場公演行きたい。 AKB さんも、エジリンさんありがとう、ハート。行きたい、行きたい。行きたい、ヤッホーヤッホーヤッホー。いいな、行きたいな、劇場公演。最近なんかオタ活をしていないということが私の精神に響いてきてるんですよね、結構。鹿児島、こんばんは。待って待って、ユーナン見たいんだよ、私は。ユーナン、ユーナン、どこユーナン。あ、あ、気持ち、あ、ひーちゃん、確かに。あ、ひーちゃん、ちょっと声が。帰れないかもしれないと思ってね、帰ってきちゃったんですね。今日ひーちゃんにさ LINE したらさ、
なんか家いないからみたいな言われたんよ。そういうことあったんか。え、セナやばいよ、鬼滅始まるよみんな。12日え、もうあさってやん。やば、え待って、ゆうなもう何もゆうなもうどういった配信、あのために動かしたやつ。あ、そうなの、優しい、優しいですね。ミキーヌさん、カネさん、ありがとう。やっほー、いちご製作所。待って、ゆうなどこで配信したのこれ。ゆうなんちにこんな場所あったっけ。今日のサルピさんからいちご印のモバメが来たから、いちごちゃんと一緒と思って、リアルのいちごの話でした。いちご食べたの、サルピさん。なんか私サルピさんのことをね、なんか最近街中で見かけるんだよね、よく。そう、出張公演があるから広島来るかな、絶対見に来たら来るの。やたらさん、ありがとう。いうのは秘密の部屋がある。え、そう、イモースで人間ドックの会あったじゃないですか。今放送してるやつか、今ってか最近。なんかアンケートあったんですよ、あのなんか健康に関するアンケートみたいなので、どう、誰かがもうどう見ても不健康だから、いやもうやばい、これはもう胃カメラとかされるやつかもしれないと思ったけど、呼ばれなかった、セーフでした。なので私は健康です。こんばんは。プライベートのサラフィさんに話しかけないの？え、なんか見かけるけど、あのもうそういうなんか、あっ、あってなる。いちごよく街中で見かける。今日セブンさんとスーパーで、え、セブンイレブンさん今さ、なんか増量キャンペーンみたいなやってるの、あれ激アツじゃない？やばい、みんな早くコンビニに行こう、てかセブンに行こう。いますいちご。もう言うな。ほんまに、キヒナさん、ありがとう。不健康？なんか一番おもろいのが、そのなんかイモースのなんかそれを先輩、なんかあかりさんとリコチさんとパセリさんだっけのをなんか3期生が見るみたいなのあったじゃないですか。なんか多分そうなんだけど、それのあのその収録を3期生がした日にレッスンがあったんよ。そのレッスンだから、その3期生はその見た3期生はロケをした日、私体調悪くてレッスン参加できなかったよ。一番不健康でちょっと気まずい。グリーンピース、え、でもなんかセブンのやつなんかコーン増量しててちょっとありえないですね。ユーナバタバタしてる。そうで、ユーナはね朝早い時とかね、もう電話しないとユーナ起きないから、もうで電話するとやばいですって言って、あの抹茶探すつもり。え、抹茶のやつね、気になる。あれ、あの静岡か関東にしか売ってないみたいなやつ。マルさん、ハートありがとう。そう、コーン増量しててちょっとどういったつもりなのか問いただしたいと思います。枝豆増量はいいと思います。うんうん、確かに。言うな、ヘイシリは、ヘイシリって言ったらなんとかならんの。やばい、ヘイシーとか言うと私のスマホが反応しちゃうから静かにしよう。あ、やばい、反応しちゃってるから、ほら、すいません、それはできません。何か他にお手伝いことはすることありませんかって表示されてるから。てかさ、今日ひーちゃんにさあげようと思ってたものがあったのにさ、ひーちゃんは実家に帰ってもひどいよ、ありえない。ひーちゃん服分かり、間違えて入荷されてないかなと思ったけどなかったよ。それないやろ、間違えてるよそれ。雪平さん、ありがとう。こんばんは。花金、今日花金、金曜日か、明日、そっか土曜日で香川だから、明日ツアー行く人いますか、香川公演。スマホ探すはアンドロイドだけなのかな、グーグルの。うん、でもなんか iPhone もあるよね、スマホ探すやつ。私あれでエアポッツとかなくしとかいつも見てる。でもいつも大体持ってる。ニットセーター、こんばんは。行く人いますか、うどん食べたいな。香川はね一回だけウォーカーの撮影で行ったことあるけど、うどん食べなかったんですよ。そうだから、あかりさんに食べさせてくださいって言った。深刻に探してる。お、明日の日で行く。お、いいですね。
なんか明日2公演、朝早いんかな、やっぱ骨付き鳥、なんだ骨付き鳥食べたいよ。それはこんばんは、こんばんは。クリスマスまで自分もスマホなくしたから嫌な気持ちわかる。スマホなくすのって本当に最悪だよね。わかる。いちごさんありがとう。みかんのジュレ、うん、四国さんね。自分の代わりにうどん食べてくる。なんかキモいな髪の毛。なんという感じですね。明日お出迎えお出迎えのメンバー先輩方もね、なんかお出迎えに参加されるみたいなので、明日行かれる方は楽しんでくださいませ。楽しんでください。北沢はねちょっともし用事あるって言ったらやばいか、なんかこの時間にどうしたのってなっちゃうから、そういったわけじゃないんですけど、ちょっといちごと何かを、広島でいちごの何かおかしいよそれ、私だけやん。そうね、ゆうなのスマホも見つかるといいね。見つかりますように。髪ゆきりおさん明日朝5時の5時半かわいそう。なので明日行かれる方は楽しんでください。確かに兵庫は3期生だけだったからレアかもなので楽しみましょう。北沢は行かないんですけど頑張ってください。はあ、北沢配信終わりますよ。高井さんハートありがとう。いちごいないので楽しめるか分からん。それは楽しめたら、まあいちごがいたら楽しめ、もっと楽しめるけどってことでよろしくお願いします。北沢次広島なのでね、ランキング読もう。ランキングを読みます。15位が福さん、10位まさきさん、13位ひで太郎さん、12位りきんねさん、11位じゅんさん、10位みやてぃさん、9位るーさん、8位きぴすさん、7位しぼむさん、6位きひらさん、5位くまさん、4位とうのうさん、3位よしこくくんさん、2位なちゃまこさん、1位やまねこぼうずさん。ありがとう。みんな来たばかりするな始めたばかり、私もフォローありがとう。配信ありがとう。こちらこそ。明日はね公演なので、ツアーなので行かれる方楽しんでください。明後日も愛媛でねこう連続してるので楽しみましょう。おやすみ北沢ね。明日ちょっとうんって感じ。よろしくお願いします。再販、そうお話し会の再販も受付中です。で時期は12日までなので、ぜひお申し込みお待ちしてます。また X とかリポストしたりとかしておきますのでよろしくお願いします。お待ちしてます。12日までです。チェキはユーナン救いに行こうかな。おやすみなさい。おやすみなさい。ユーナンには頑張ってって伝えといて、手をグンって言っといて。バイバイ、おやすみ。バイバイ、おやすみ。